第5番と長長のガボットの自筆譜。フランス組曲 BWV812 から817は、ヨハンゼバスティアン・バッハが作曲したクラビーヤのための曲集この曲集は、バッハが K 典で過ごした1722年から1723年頃に作曲されたと考えられており、イギリス組曲やパルティータと比べ比較的演奏は容易である。 イギリス組曲が単調作品が多く、演奏も技術が求められ、瞬間な曲奏であるのとこう一体をなしている。この時期、バッハは繊細であるマリア・バルバラ・バッハを亡くし、15歳下のアンナ・マグダレーナ・ビルケと再婚しているが、創作の意欲も衰えがなく、本作をはじめ多くの鍵盤楽器曲が残されている。全部で6つの組曲からなり、このうち第2番、 第3番、第4番には以降が存在する。アルマンド・クーラント・サラバンド・メヌエット・アイ・メヌエット2・ツー、ジーグ・アルマンド・クーラント・サラバンド・エル・メヌエット・ジーグ、アルマンド・クーラント・サラバンド・アングレーズ・メヌエット、マイナストリオ・ジーグ・アルマンド・クーラント・サラバンド・ガボット、エール・メヌエット・ジーグ全曲中最も有名なもので、あり、この中でも、ガボットは、演奏会でもよく取り上げられている。そして第5番のうち、 数曲は1722年に作曲されたが、完成したのは1723年になってからである。アルマンド・クーラント・サラバンドがボット・ブーレ・ルール・ジーグ。曲集の中では最も規模が大きく、明朗な曲。ポロネーズを入れている点が注目される。アルマンド・クーラント・サラバンドがボット・ポロネーズ・ブーレ、メヌエット・ジーグ。ありがとうございます。